はい、どうも、ショウティーブです。イエポチャンネルのヒロトです。はい、お願いします。お願いします。はい。というわけで、はい、本日は、ドッキリを仕掛けていきたいと思います。いきなりね。はい。はい、で今回、コラボなんですよ。みかんくんっていうね、僕の知り合いのね、YouTuber の、はいはい、芸人がいるんですけど、それと、野球女子とコラボなんですよ。ショウティーブと、イエポチャンネルと、はい、野球女子と、みかんくんとコラボなんですよ。なんかまたみかんくんにドッキリ仕掛けようと思って、はい、あ今すごいこう翔平 TV で今盛り上がってる動画があるんですけど、野球女子のね、はい、ドッキリのやつがあるんですけど、はいはい、今回別の野球女子来られますんで、はい、ドッキリ仕掛けようと思います。第2弾、はい、第2弾です、はい、今回野球女子のぞみちゃんって子がいて、 その子のお友達でめちゃめちゃ野球のピッチャーのみずきちゃんって子がいます。みずきちゃんが仕掛け人として、はい、みかんくんにドッキリ仕掛けます。でみかんくんのやっぱ芸人魂やっぱあるんでね、はいはい、どんな反応するか見ていきたいと思います。見たいですね、はい、それではやっていきましょう。はい、はい、こっち入ってもらえます。右ですか。右です、はい、いきます。もうちょい前、もうちょい前、行き過ぎ行き過ぎ、こういう感じでね、はい、いくよ、いきます。はい、どうも、ショウティーブです。日本チャンネルのヒロトです。どうも、ロンドンブーツ1525田村敦史です。違うよ、違う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 、のモノマネをしてるピン芸人のみかんくんです。お願いします。はい、コラボ企画ということで、コラボ企画、はい、久々ですよね。そうっすね、この間コラボさせてもらった動画がバズり始めて、ね、やりましたよ。なんか最近もうすぐ50万再生、50万に行きます、50万じゃない、50万再生、50万再生、はい、なんか最近ね、近所のおじさんとかにね、そのやなんか動画見てるでって言われて、自分の動画かなと思ったら翔平君そっちそうっすね、野球の動画、そうっすね。あれね、45歳から55歳ぐらいの年齢の人がめっちゃ見てるんで、ちょうど45歳ぐらいのおじさんやったですよね、うん、言われますよ、うん、これからも言われますよ。なんとか売れたな思って、そうっすね、はい、で今回はですね、はいはい、前回その野球女子を、うん、で呼んでもらって、はいはいはい、ちょっとしたじゃないですか。そうですね、今回またうまい野球女子呼んでますんで、はいはいはい、なるほどなるほど、いいっすか呼んで。あ、でも呼んでるんでしょ、もう呼んでます。その呼んでとか言ってもう来るんでしょ呼んで、ちょっといいっすか呼んで、出ましてきていいっすか。段取り悪いんで今から呼んでよ、呼んで、うん、じゃあお願いします。どうぞ、お願いします。はい、お名前お願いします。のぞみです。はい、のぞみさん。はい。そして、ピッチです。はい、お願いします。お願いします。今回は、はい、僕の小学校の時の公式チームの後輩ののぞみちゃん来てもらいました。はい、のぞみちゃん。お願いします。公式チームの後輩。はい、後輩です、10個ぐらいしたっすけどね。かぶってないパターン、ね。かぶってないけど、公式チームの取材に行った時に、うん、めいっ子さんが体験来てて、はいはい、その時に、うん、一緒におられました。あ、そうなんだ。そう。で、縁があって、そうそうそう、ここに来られて。で、翔平ずみも来てもらって、はいはい、と縁があるので、はい、で、そのお友達です。あ、そのお友達。体を動かしたいお友達です。あ、体そういう枠もあるねんね。そう。全然いいでしょう。体動かしたい枠。そう。まあ、で、いいですね、なんと体動かしたいために、はい、山梨から来ます。え山梨から来ます。もっと近くでそんな、こんなね、2時間ぐらいかかるんちゃいます。え、そんなすごいね。大丈夫っすか、ケツ割れたでしょ4つに。もうこれ使い古してるよ、4つにって、ね、確かにすごいよ、返しが。はい、というわけで今回は、うん、みかんくんと野球女子のぞみちゃんとキャッチボールしてもらいたいなと思って、はい、全然やりますよ。いいすか、はい、もう今回ドッキリないですよ、全く。野球女子ののぞみちゃんって言ってますから、はいはい、そうですよね、もう普通にキャッチボールしてもらって。確かになんかこの間とね、同じ始まりやからまさかと思いましたけどもね、うん、とりあえずキャッチボールしたらいいんですね。そうそうそう、はい、あ、野球もやられてるってことですね。そう、なんと、はい、新潟の開志学園っていう女子野球公式チームに所属してて、うんうん、寮生活を送ってて、うん、はい、ガチガチの野球女子、ね、ガチですよ、ガチ、ガチ楽しみですね、はい、うん、それではやっていきましょう、うん、はい、久々ですか、キャッチボールは。久々ですね、高級久々ですね。そっか、今は野球はやってないですか。やってないです。だから高校の時にめちゃくちゃやってたみたいな感じですね。めちゃくちゃやってました。だって寮生活ですね。はい、毎日朝起きて、はい、野球やって。え、女性チーム、女性の公式野球部。そうです、女子公式野球部に所属してました。それって全国にどれぐらい入ってるんですか、チーム数的には。最近40チームくらいになってたみたいです。え、のぞみさんの時は34とか、2とか。あ、でもそんなあった、そのくらい。34、3、あ、そう、多分きっちりされてるやつ。え、血液型は A 型です。 A 型です。だからか、このキッチンして血液型関係ありますね。ありますあります。
どうすか、すごい球威が上がってきて、あ、できてる、はい、いや、いいボールだ、変化球、変化球投げるか、カルカル、あ、やばい、カルカル、あ、やばい、あ、ももし、ももし取りて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 ボール取りて、ももしに疲れるのにどうした、やりたい、ちょ、やりたいらしいんだけど、どう、大丈夫、ミキコさん、お、全然いいんじゃないですか、ちょっとやったことないけど、だから今日体動かしに来てたわけやもんね、そう、やりたいっていうか、じゃあ前の方で行きたい、それはだって2時間ぐらいかけてきたで、ケツ、お尻4つに割ってるわけですよ、そう、これは野球しないと、お願いします、なんかいいですね、女子とキャッチボールっていうのは楽しいですか、いや、ほんまにめっちゃ楽しい、なんやろうか、そのやっぱり女性とキャッチボールってちょっと憧れじゃないですか、男の、そうですね、はいはい、うん、やっぱ男ばっかなんで、まあな、それは男のキャッチボールもいいですけど、うん、やっぱりこう晴天の下、可愛い女子とキャッチボールこう2人でやるっていうのはジャージでジャージはええやん、ね、お願いします。お願いします。遠いやろ。かわいい。球がかわいい。球がかわいいだ。ギュッてこう投げ方がこう。あー、なるほど。なんかウブな感じが。ウブな感じね。あ、かわいいかわいい。球の回転でもめっちゃいい。みかんくんよりいいな。いや、すごいいいと思う。マジで。僕が多分ね、ナックルボールぐらいに球の回転変ですよ。いや、回転はしてるけど。ナックルは迎えていいよ。キャッチボール久々ですか？あ、久々です。前やったことあります。ちょっとやってもらいました。すごい膝の使い方が柔らかい。せっかくね、2時間かけてたんで、キャッチボールぐらいね。やっぱストカンとね、やっぱり。そうよ。え、これぐらいの距離で大丈夫ですか？遠くも投げてみたいです。遠くも投げてみたいです。徐々に徐々にお願いします。まだ多分肩温まってないと思う。そうやな。急にやったら公式なんで、しかも女性やから。そうだね。その肩壊したりするかもしれへん。そうだな。なんかスポーツやってたんですか。ちょっとだけサッカーをやってました。サッカーうまそうですもんね。本当ですか。なんかドリブル。でもなんか トップな気がするんですよ、フォワードとかそっちかな、あ、でも小学校2年生までしかやってないんで、いや、生まれてから小2までなんで、生まれてから、はい、8年ぐらいですね、え、生まれてからボール蹴ってたの、そうや、はい、8年も、え、メッシとかそういうの、なんでやめちゃったんですか、小2で、お兄ちゃんがやめちゃったんで、あ、一緒にやめました、スポーツ万能やねんな、でもすごいよね、ってなったらもちろん離れてもらうか、そしたら、本当にいいですか、はい、はい、ああ届くね、ギリギリっすね、でもギリギリ君もよ君もよ、ギリギリよ、久々やからね、取るのが上手、いや、クッションがさ、やっぱりサッカーやってただけあってやっぱそこのさ、積み重ねってあるやん、やっぱり昔からやってる時のみたいな、あ、すみません、ちょ、力あり甘すぎて、あの、冒頭しちゃうっていきましょうか、 あ、すみません、あ、すみません、あー、みかんくん、ちょっと、OK、OK、OK、全然遅れた、OK、完璧っす、つらい、つらい、すみません、すみませんって、とんでもない、ごめんなさい、ご仕事取ってあげれずに大丈夫か、あ、大丈夫か、はい、すいません、随分遠いぞ、大丈夫ですか、この距離で、はい、頑張ります、ちょっとピュッて投げていいか、この距離でも初心者が取れるってのはすごい、
マスジ変わった。え？別人なんだ。すごいな。え、そんなピュッとも掘れるんですね。サッカーもできて、野球もできる。サッカーもできて、野球もできる。めちゃくちゃいいじゃん。すごっ。え、これぐらい離れても大丈夫ですか。すげえ。え、もう累関よ。そんなに遠くに行かれたら疲れちゃいますって言って前に来させて近づいた状態で強くピッピッピッ行きましょうか。すいません、ちょっと前来てもらってもいいですか。はいはい。やっぱしんどいっすよね。そりゃ疲れるか。ごめんなさい、ちょっと調子乗って肩。もうちょっと前でいいですか。もうちょっと前でもいいですか。肩痛めました、大丈夫ですか。はい、お願いします。すごい、この距離ではないぐらいの急速や。速いね。やったことないから。ちょっとこっちがうって構えなあかんぐらいの速さです。ちょっとね、喋れんぐらい集中してくるんだ。ちょっと、喋るの仕事やから。いいボールやね。うわ、はい、いいボール。え、オッケー。絶対野球やった方がええと思う。軽く変化球いける。変化球おお。え、なんか蹴ったな。すごい。おお。ナチュラルスロースライダーとかかな。すごい。ああ、ナイスボール。ちゃんと痛いもんね。強めに投げて向こうまでちょっと暴投しましょうか。強めにピーンと。ちょっと強くいきます。ちょっと強く投げてもいいですか。これよりもいいですよ。いや、行こう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 。もうもうしいいよな。いいよな。すいません。いやすいません。いやすいません。そんなことなくても。すいません。すいません。てってるー。なんか聞いたことあるな、それ。ドッキリでしたー。なんの大成功な本で。何ですか。実は、はい、ゆずきちゃん。ゆずきちゃん、はい、現在も野球続けてるガチガチな野球女子でした。え初めてじゃないの。初めてじゃない。え、やったことないの。やったことある。やったことないのに対してやったことないって言ってたもんね。そう。あんの。ある。だって膝の使い方おかしいもん。だって最初めちゃくちゃなんか普通低めとかこう取るけど、そう、こうちゃんと取ってるとか、え、やったことない、ほんまにと思ってる。あるんやね。今もやってる。どういうことですか。今はどこだっけ。今は山梨県の、山梨県の、はい、山梨バンティツガールズっていうチームで。え、企業チームで。あ、そうです。その1個前が、はいはい、1個前が何だっけ。エジック女子野球。めちゃくちゃ有名なチームやん。そうよ。なんか東京ドームの看板とかになってる。そう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 。そうなん。いいの。その時背番号の名前やったっけ。背番号エースやん。18ですごいな。いや、やっぱちゃうよな。なんか最初はやっぱ初心者で可愛いなと思ってた球筋も、急になんか別の人格入ったんかなと思うぐらいピュッて掘ってきて、めちゃくちゃ速いなと思って。しかも球筋も球の回転も良くて
すごかったよね。なんか途中変化球投げてませんでした？スライダーみたいな。いや初心者あんなんできんで、なんか適当に掘っちゃいましたそんな適当なわけないやん。ほんまにと思ったけど、あそうなんや、ガチガチの。だからか、すいません、なんか大口叩いて。もうなんか言ってました、変なこと言ってませんでした？なんかなんか言って持ってたよ ね、回転がいいなっつって、すごい回転いいなとか、なんか取り方うまいなとか膝がすげえなと、大丈夫、肩とか痛めるからなとか、なんか近所のおっちゃんみたいなこと言ってたよ。そう言ってよマジか。そうっす、野球始めたのにさっき小学校で、そっから。え、サッカーは？サッカーは小学校2年生。あ、それ本番やってたえ、それこの俺をそのドッキリかけるために言ってたんじゃなくてマジでやってた今もやってると。小学校は軟式ですか？小学校軟式チームで、軟式チームでやってて、はい、中学校は？中学校も軟式の三鷹クラブラブルっていうところでやってて東京や、はい、強そうなチームでやってて。で高校が？高校が一緒の開始学園。あ、一緒にやってたの？一緒にやってたの？はい、一緒にやってた。ご用して僕が一緒にやってたんや。一緒にやってました。その同級生というか一緒に。あ、一個下で。あ、そうなんや、だからかガチ先輩なんや。あ、先輩やん、はい、確かに先輩感はある。すごい先輩感、後輩感はある。すごいやった、なんか2人で走ってる時もなんかそんな感じなんかなとか。あ、一緒のチームやったんや、だからか。またやられたやんとか分からんって、今回は。いや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 、うん、今回はね、だってさ、最初の紹介でさ、なんかあの私遊びに来ましたみたいな。あ、そんな子おるんや今思った。そんなことないかと思2時間かけてケツ4つに割ってよ。そうそうです、すごいね、めちゃくちゃ球筋良かったもん2人とも。いや本当よ、うん、いや俺なんかじゃなくて2人でキャッチボールした方がいいあのトン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 行くよ。そうそうそうっすね、うん、すごいね、はい、といった感じの、はい、ドッキリでした。またまたでした。どうでした僕の球筋を。はい、良かったです多分俺の方が悪いよ、球筋絶対に。まあそうやな。いや、まあそうやなじゃないの確かに、まあそうやなじゃないのまあ今後ちょっと別の企画をこれから撮らせてもらうんで。あ、そうなんや。ネタバラシをしちゃったんで。はいはいはい、はい、そうやな。また今度、はい、動画出してと思います。また近所のおっちゃんから野球動画見たよって言われるやな。そうやな、うん、そうやな。いや、ありがとう、ありがとうかけてもらって、はい、いや、またかかってしまった。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。ではみかんくんのチャンネル、はい、そしてお二人のインスタかな、インスタかなんかツイッターかなんかあれば、はい、はいはい、載せておきますので概要欄に。お願いします。はい、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではありがとうございました。ほんまにこんな感じやねんな。11月のプレゼント企画、行きましょう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 。こちらね、玉沢のグローブ、こちら、はい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要なのか、重要なのか。いや、もうそれだって伝統の玉沢さんだね。そう、伝統の玉沢さんなんで。で、これを使った理由とかもらった理由っていうのは、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ、うん、で、はいはいはい、こちらを視聴者さんに、翔平 TV は視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい。ちょっと使ってもいいですかね。使ってノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を。まあ言っちゃえば、でも片付け済みだからすぐ使えるって言ってでは、そうですね、言い訳だけどね。そう、ロンティ120あの飛ばす翔平が使ってたグローブです守備じゃない、ね、守備じゃない、ちょっと違うか。背面はね、綺麗なんですよ。背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよ、ね、磨きます磨きます、うん、良平さんの手入れをした状態で、綺麗にした状態で送られるんで責任重大汚すだけ汚すってこちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます。前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK、 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか、熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんでちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね10月末はデサントのグローブ、内野手を、はい、で11月がこちら、なので皆さんぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。
2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。